舞台は整いました。ウーマンディビジョン1、いよいよ決勝戦のスタートです。まずは決勝戦を戦うファイナル6の顔ぶれをご覧いただきます。場内のアナウンスに合わせて皆さんのこの選手たちの表情もご覧いただきました。ではウーメンズディビジョン1の決勝戦の1ラウンド目のルートを見ていきましょう。伊藤さん、どんなルートでしょうか。そうですね、まあ、巨大な形状のホールドをこう少し抱えながら登っていくような感じになると思うんですけれども、まあ、足で使うときにちょっと角度がやはりこう立っているんで少し足場を決めていくのが難しいですよね、はい、あと少しこう圧力をホールドを抑えていくようなパワーも必要になってきそうですね、これザ・ノースフェイスカップ特有のですね、毎年独特のルートセッティング、はい、傾向はあるんですか。傾向は大体1課題目っていうのは水壁だったりだとか、まあ、スラブ状の課題が多いんですけどね、この課題はどちらかというとこう本当に登っていくっていう感じの脚力、と、上の、まあ、上半身の力もいりますし、最後こう少し疲れてきた時に距離をしっかり出すような総合力が求められるような課題ですかね。オブザベーションタイムは1分ということで、これまた早いですね。早いですね、まあ、今回競技時間もね本当に短いですし、はい、本当にあっという間ですよね、はい、その中でまずは準決勝6位通過、三重の20歳田島愛佳が挑みます。2015年のボルダリングジャパンカップの優勝者でもありますけれども、今大会は2013年3位にも入りました。まあ、現在は慶応義塾大学に在籍して勉学とクライミングの両立生活も慣れてきたというその田島愛佳ですけれども、そうですね、ボルダーの方でもね、上がってきてますよね、はい、リードの、ね、ジャパンカップでも素晴らしかったですし、そうですよね、4位に入りました、そうですね、持ち時間は3分です。まずは田島愛佳、ウーメンズディビジョン1決勝戦のスタートです。田島愛佳とこのラウンド1のですね、はい、ルートの相性はどう予測されますか。そうですね、どちらかというとまあ、緩い傾斜でこう岩場でね登っているようなまあ、繊細な感覚が必要な課題っていうのが一番得意だと思うんで、はい、少しこういうダイナミックなやつっていうのは少し不利になりますかね。どちらかというと大柄な、まあ、野口選手、野中選手、菅原選手がこういうダイナミックなのはちょっと有利ですかね、田島愛佳は交渉では154センチです。やはり距離感というのもあるでしょうか。そうですね、まあ、距離的な難しさもボルダリングの課題の難しさの一つとしてもちろんあるんですけれども、この課題はそういう要素が、やはりありますよね。今惜しかったですね、はい、飛びついて振られを少し足でこうブレーキをかけるようにして、はい、うまくタイミング合えば止まると思うんですけど、だいぶ近づいてきてますよね。ザ・ノースフェイスカップ独自のルールで完登できなかった場合はそれぞれの高度で競い合います。ですから完登しなくてもですね、本当にどれくらい高く登れるかというのも鍵になりますよね。おお、うまいですね。保持しました。さあ、ここからどれだけ高度を上げられるか、そして完登までこぎつけられるか。田島愛佳、これ今足を上げようとしましたが、それでいいんでしょうか。そうですね、一度足を上げてからこう取ろうとしたんですけど、次のホールドが気が甘いですかね。頑張れ頑張れ、あ、いいですよいいですよ、はい、ちょっとここからの立ち上げパワーいりますね。だいぶ足が伸びてしまいました、はい、あの体勢で実際に立ち上がることはできますか。そうですね、あれでこうぐっと立ち上がっていかないといけないんですけれども、体全体の力がいりますよね。足だけじゃなくて、はい、
ものすごくこう上腕の部分も力入りますし、あの右手がこうかかるように見えて結構持ちづらいんですよね。あの傾斜のあるところにこうフラットな平らな形状のアンダーがついているんで、はい、ものすごくあの全身使うんですよね。フリクションはあるんですか？フリクションはあるんですけれども、やはり傾斜面についているんで、あのインカットしてないんで、あのポジションによって手が滑ってしまうようなあの体勢になりますよね。はい、ここまでは大丈夫です。残り時間があと15秒、制限時間内にスタートをすればそのトライは有効となります、認められます。ただこれがラストトライになりそうだ。ラストトライになります。いくよ。さあ頂点までいけるか。ここから頑張れ右手が抜けないように。うまい。さあここからうまいぞ上にかかった。あとは腕を伸ばすだけ。ただトップホールドも掴みづらいが決めました。ラストトライで見事田島愛花完登。完登は大きいですね。トライ数がね、関係なくなりますから。そうですよね、はい、もう完登さえすればトライ数はもう総裁というかもうなくなります。完登でも次のラウンドに進めるということで、笑顔でまずはこの第一ラウンド終了となりました。田島愛花、最後はどこが鍵となりました？そうですね、あのやはりこう粘り強く本当に整えてから動きましたよね、うん、判断が良かったですよ ね、はい、続いては準決勝5位通過です。茨城の15歳、森愛。国内外ともに活躍する日本クライミング界のホープです。今年のボルダリンジャパンカップは7位、昨年はそのボルダリンジャパンカップは2位でした。まあ ボルダリングのみならずリードジャパンカップではね、今年2位にも入りましたしね。そうですね、やはり伸び盛りですよね、はい、で森愛も身長は154センチと。そうですね、あの田島さんと同じぐらいの、はい、そうですね、身長ですよね。ただ同じ身長でもですね、この森愛と田島愛子の違いというのはあるんでしょうか。そうですね、やはり田島選手の方が経験が豊富ですし、こういう、はい、少しタイミングが必要な課題の対応力はありますよね、森選手はまだまだこういう動き、まあ体をこう空中に出していくような動きで、的確な体の位置に持っていってからキャッチするような課題っていうのはまだまだ経験とあとは練習がね必要ですね。これも片手で止めようとしているのが厳しいですよね。片手でまずは届いているのと下半身が残ってしまっているので、少なくとも下半身が左の方に、あ、最後まで今両手で少し行こうとしましたけど、ね、下半身はずっと左足が残ったまま、はい、で、手は届いた時に下半身がまだ右に残っている状態なので、はい、一気に振られが来てしまってちょっと厳しいですね。届く瞬間に体全体でいかないと、そういう意味では左足に踏み込んで途中からこうもう、まあ、少しジャンプするぐらいの形で左手をキャッチした時にはもう腰の位置全体がもう左に来る。田島選手も左の方に足を張ってましたよね、はい、両手がうまく揃えばこれでも止まりそうな状況にはなってきましたね。両手が揃ったら、あまりその振られというのもそこまでは大きな影響はないということですか。そうですね、振られがあったとしても力で止められるというところですよね、はい、お、止めた。そうですね、ここで止めました、しっかり止めました、ね、はい、残り時間は1分を切っています。解説の伊藤秀和さんの教え子でもあります森愛。ここから立ち上げられるか。ここからパワーがいりますよ。おお、うまく上がりましたね。うまいですよ。さあ最後のスムーズにいけるか。手が勇気がいる。おお、あとは左手を添えて森愛も決めました。残り時間は30秒以上ありました。森愛も完登、いかがでしたか。そうですね、よくね、ランジを的確に近づいていって最終的に止めましたよね、はい、上部はやはり得意でしたね。こう登っていくスタイルっていうのは本当にうまかったと思います、はい、
そしてこれ完登者がですね3名以上となるとそのままもう次のラウンドに進めるわけですよね。そうですね、はい、無条件で。そうですよね、ええ、まあそうなりますと他の選手からするとですねもうこれはもう完登しないといけませんよね。そうですね、逆にまあプレッシャーはかかりますね。ありますよね、はい、続いては準決勝4位通過岩手の16歳伊藤双葉です。日本期待の伊藤選手はね、はい、こういう動きはかなり、得意ですから、はい、1回目から少しゆっくり行き過ぎましたかね。どうしてもクライマーからするとこうキャッチするホールドが見えないんですよね、はい、見えないのでその距離感だけではなくて塞がれているところも難しいんですけれどもこう手を差し込むのが難しいですよね。でもうまいですね、やはり早い段階で止めてきますよね。しっかりとバランスをとって、うん、そして160センチ伊藤双葉、はい、いいですよ。いやこの持ちづらいホールドなんでねちょっと動き出しまでに時間がかかる選手が結構いると思うんですけど、はい、早い段階で足を上げていっていいですよ。手のひらでしっかりと固定して伊藤双葉、いいですね、見事1分以内での完登となりました。これで3人連続の完登、伊藤双葉も他の2人同様次のラウンドに進出決定です。これレベル的にはこれ、はい、1ラウンド目はどうなんですか、難易度としては。そうですね、少しもちろん1課題目なので、はい、どんどん難しくなっていくスタイルではあると思うんですよね、サドンデス方式なので、はい、うん、ただ選手がすごくいい上りで、ですね、うん、来てるっていうのでセッターの、まあ、最大4カウントを目指してると思うんですけどね。緊張してますか、はい、いや逆にこれで緊張感もほぐれるでしょうか、はい、準決勝は3位通過神奈川の16歳菅原綾です。今年のボルダインジャパンカップはね大人に混じって12位、 そうですね、そして今回この大会は初めてのファイナルということでちょっとね最初は転倒してしまいましたが苦笑いも浮かべていました。すごくねマイペースに登るスタイルで、はいはい、ただまあ、体の筋力と登るスタイルというのはパワフルなスタイルなのでちょっと頑張ってほしいですけどね。決勝戦に進出した6名の中では、はい、一番身長が高い167センチなんですよね。そうですね、この前ね同じぐらいかなと思って上がったら、一緒にこう横並びになったらほぼ、はい、ほぼ同じでしたね。あ、そうですか、はい、すごく日本人の選手の中では大柄な選手ですね、うん、でそのリーチを生かせるようになってきましたね、最近こういうリーチも長い身長も高い若手の選手多いですよね、はい、そうですね、増えてきましたよね、はい、さっきのリードジャパンカップでも活躍した中川龍選手も ね、はい、同じぐらいの身長で、はいはい、おっと惜しい。やはり日本人選手、まあ、小柄なイメージがありますけれども、はい、どんどんそういう大柄の選手も、多くなってきましたよね。ですね、会場内からひときわ大きな声援が飛んでいます。いや頑張ってほしいですね、まあ、こちらも伊藤秀和さんの、まあ、教え子というか指導されたことがあるということで、ね、そうですね、定期的にやってる、ね、アスリートの最初のレッスンにも、はい、来てくれるんですけど今片手で行こうとしましたがまだ両手で行こうという発想はないのか。ただこれぐらいリーチが長いと片手でもいけそうな気がするんですけどダメでしょうか。そうですね、できるだけ両手で片手で振られを耐えるのは、まあ、足がうまく設置すれば可能性もあるんですけど、はい、でも止まりそうですね、はい、まあ、どちらかというとこのランジっていうのはものすごくダイナミックに距離を出すというよりは、ええ、的確な位置に体を持っていくっていうような、まあ、ランジなので、うん、やはりこう今も両手で行ってないのでなんとか両手でこう行く発想とかも出てくると、止められるとは思うんですけど、ちょっと変えてアプローチを変えていきたいですよね。ああでも右手を寄せようとしてるんですね、はい、そうですね、あれだとちょっと厳しいか、大きなホールドの下の青いホールドに右手をつけようとしますね。左手で持っているホールドはただものすごく小さくて迎えるにはちょっと、はい、できるできる、いや頑張ってほしいですね。あと30秒となりました。左手でキャッチするホールドに両手で行きたいですね。まだそこまで
考えは至っていないようです。菅原、あ、おー、でもそれでも惜しい、はい、右手を寄せようとしました。今のでも惜しいですよ、はい、今の会場内でも勤めていらっしゃる、あの MC を務めていらっしゃるあの平山雄二さんからも惜しいねというちょっとしたヒントがありましたが、どうでしょうか。さあ、これは認められます。これがラストトライ。あー、惜しい、はい、右手を寄せるという発想まではいきました。菅原綾、1ラウンド目は完投なりませんでしたが、いかがでした。いや、本当に惜しいラインまで来ましたけどね、ええ、あの大柄な選手だとこう、まあ、飛びつくホールドが近く見えてどうしても体が残り気味になってしまったりとかしますよね、はい、うん、そこでこう、思い切れない部分もあるので難しかったですけどね。準決勝2位通過、茨城の29歳、野口啓代です。もうあのザ・ノースフェイスカップのですね、公式記録があの遡ってもですね、ここまあ10年ぐらいしかないんですね、はい、ですからあえて言わせていただきますと何度も優勝しています、はい、それはもう国内の大会、はい、まあワールドカップ含めてですね、そうですね、国内外何度も優勝してます、含めて何度も優勝してますからね、はい、であの2012年まで遡りますと、先ほどもご紹介した通り野口啓代はですね、2013年から3連覇、さらには2017年にも優勝ですから、2013年から今に至るまでですね、計4回優勝しています。そうですよね、はい、本当にすごいですよ。やはり、まあ、5年前と比べたら課題の内容も違いますから、はい、うん、あのどん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 こう課題も進化してますから、足で止めましたね、片手で、そうですね、こういうスタンスありましたか、ね、なるほど、やはり片手の場合足を設置させて、あの、まあ、2点で止めるって感じですかね、はい、両手で止めるのか片手の場合は、まあ、足の今ヒットしたんでうまく止まりましたよね。なるほど、うん、まあ、野口選手だと片手でもね、足裏でも止めてしまいそうな。そうですね、はい、ああ、ここで下をペロッと出しました。ただ時間はまだ十分残っています。昨年はこの大会は2位でした。優勝は野中美穂、野中美穂はこの後控えています。いや、あの終了ホールドも分かりますね、あそこをこう取りに行ってしまう気持ちが分かりますね、はい、あのこうシワの形状になっていて、今手を出したところがこうボコボコっとしていて、そこをキャッチしていくように見えるんですよね、見た目は、うん、田島選手と森選手はそこの形状ではなくてちょっと上の方を押さえてたんですけど、ね、手のひらでしっかりと密着させました。やはりこうチョークがついている、はい、少しこうボコボコと、形状的には膨らみがあるところを抑えに行くような、ええ、取りに行くような、まあ、視覚ではあるんですね、その課題には見えるんで、はい、いやー、このもう今片手片足のイメージで一度できたんでそれを繰り返してるんですけど、なかなか一回できても難しいでしょうか。あ、ここは捉えました。これはやはり強いですね、はい、もう大丈夫です。あとはトップホールドをどう捉えるか。まもなく残り時間は40秒。この後だ。お、来た、いいですね、ホールド全体の面で抑えましたね、はい、捉えました、はい、何度かはかかりましたけれども、野口啓代残り時間30秒ぴったしで、見てる方が感動しますね、これ自分がこの立場だったら落ちそうですね、本当に本人もねちょっとドキドキしたかもしれません。ここでしっかり止めてくるのがやはりね、野口選手の本当にあの強いところですよね、はい、しっかり登ってきますからね。さあ、最後に挑戦するのはセミファイナル1位通過、野中美穂選手です。続いては準決勝はトップ通過というよりも予選から全冠、東京の21歳野中美穂登場です。この大会は過去に2回優勝、2016と昨年です。連覇がかかる野中美穂の1ラウンド目です。今シーズンはボルダリンジャパンカップとスピードジャパンカップの2冠、その勢いに乗じてこの大会も頂点に立てるでしょうか。うん、こちらは最初のトライから両手を寄せようというアプローチでした。そうですね、あの左手はあの左目についているホールドで、右手はこう形状自体、張りぼて自体を今抑えようとしたんですけど、はい、お、今度はちょっとアプローチを変えたか。
や結構大柄な選手は大柄な選手で距離感が難しいですね。そうですか、ね、うん、思いっきり飛び出すと飛び出しすぎてしまいますし、はいはい、あの距離が出すぎても止まらないんですよね、ええ、ちょうど手を伸ばした時にこう伸ばしたところにこうホールドが、来ないとこう力が入りづらいので、もう優しく飛びながらもしっかり抑えないといけないのが難しいですね。現時点で完登者が4人います。野口昭世、伊藤双葉、森愛、そして田島愛香ですから、これ野中美穂完登しないと次のラウンドには進めません。おお、片手でやはり野口選手と野中選手は一つ上の筋力、保持力持ってますね。二人とももう片手で止めてしまう。すごい三角筋と僧帽筋です、はい、さあ、ありますね。どうだ、おトン、おお、形状自体来ましたね。はい、迷わず上部をしっかり捉えて決めました。野中美穂も完登ということで、女子の決勝戦1ラウンド目終了となりました、次のラウンド進出者は野口昭世、伊藤双葉、森愛、田島愛香、そして野中美穂の5人となりました。ではお知らせに続いては女子のディビジョン1決勝第2ラウンドです。ラウンド2選手の入場です。第1ラウンドを終えて次のラウンドに進んだのは野口昭世、画面通りに行きましょうかね。田島愛香、森愛、伊藤双葉、野口昭世、そして野中美穂となりました。この5人で争われるこのラウンド2、伊藤さん、はい、どんなルートでしょう。いや、そうですね、緩い傾斜に、配置されている課題で、そうですね、こう見た目だとなかなか、うん、動きが予測できないような、あの課題ですかね。登りたくなっちゃったんじゃないですか。そうですね、ちょっと今は登りたくないですねなんでこれやったらもう、ものすごく落ち込みそうですね。難しそうですね。それだけ難しそう、はい、ということでしょうか。右に移動するのに、進んでいくフットホールドがほぼないんですよね、うんうん、なので、少し緩い傾斜なんですけどタイミングだったりだとか、はい、ダイナミックさが要求されるような課題かもしれないですね。ご覧のように野中、野口、伊藤、森、そして田島がこのラウンド2に進出をしました。菅原綾は残念ながらラウンド1敗退となりました。あっという間の1分間オブザベーションタイムが終了いたしました。ラウンド1同様にまずは田島愛香がこのラウンド2のルートに挑みます。伊藤さん、ですからラウンド1のルートとは全く違った表情のラウンド2ということになりますね。そうですね、ただこうどうですかね、これもこうノースフェイスカップの課題の特徴で、はい、少しこう緩い傾斜でも、速い動きだったりだとか瞬発力がいる瞬間があるっていうのがまた、はい、特徴ですよね。これも右に進むのに右側にフットホールドがないですよね、はい、なのでここから発射するような動きになりますかね。おー、キャンパシングからちょっと足をついて、右のホールドは相当掴みづらそうですね、うん、かかり自体はいいんですけれども、ええ、やはりこうフットホールドがないっていうのが一番難しいですよね。こう振られが来た時に足で押さえるものがないので、はい、それをこう上半身だけで今寄せようとしましたよね、はい、外引きのホールドから右に発射した瞬間にこう右に体が下半身が振られるので、はい、その振られを止めるのにこう左手の押さえが必要になるんですけど、よくこう観察をすると、田島選手がそのこの課題に必要な動きを今やりましたね。うまいですね、ましたね。振られは左手で止めてますよね、はい、やはりこういう傾斜でもこうダイナミックな動き方、スムーズな動き方が試されますよね。あとタイミングとね、運動神経も試されますよね。さあ、満月のような大きなホールドが邪魔をします。行き手を阻みます。いや、田島選手こういうね、少し、タイミングのいるような課題も、はい、
本当にベテランなんですけどね、どん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 上達してる感じがしますね。普段からねこうトレーニングしてるんだと思うんですけども、20歳でもうすでにベテランですか。ベテランですね、本当にあのユースの、世界ユースに出る頃からもうものすごく力ありますし、やはり小学校の時からあの岩場でもねものすごい高難度を登るって有名でしたから、はい、うん、そこからのクライミング経験を考えるともう本当に年齢は若いんですけどね、うん、ベテランですね。もっここもやはり飛び出していく感じですね。田島愛香は昨年リードではワールドカップに出場して4年ぶりのワールドカップリードファイナルも果たしました。アモイでした。もともとはリードで名を馳せて、そこから徐々にボルダリングの方も力をつけてきたという選手です。残り時間はまもなく30秒です。田島愛香、おっと、1ラウンド目は見事に完登しました。このラウンド2に進出した5人はみんな1ラウンド目は完登です。まもなく10秒、まだいける、まだいける、ここは落ち着いて、これがラストトライ。そういえば1ラウンド目もラストトライで見事に完登しました、はい、田島愛香。いや持久力があるからね、こうトライを重ねてもまだ最後の、トライまでこう力をこう残せてきますよね、はい、ここが田島選手のね長所ですよね。ものすごい、あーっと、2連続完登とはいきませんでしたが、いや素晴らしい登りでしたね。そうですね、健闘しましたね、はい、まだ決勝進出できるか、まあ、決勝というよりも最終ラウンドに進出できるかどうかは分かりませんが、あとのクライミングのファイナリストを見守るだけということになりました。田島愛香です。田島愛香は高度は5ということになりました。この2ラウンド目です。さあ次の選手はこちらです、森愛選手。続いては森愛会場の応援がいいですね、アインっつってました。いやいや、アイっつってましたね、アイ、はい、アイってねこう叫んで、結構会場のファンも熱いですね。もうファンも多いでしょうしね、はい、いや本当に各選手、みんな応援してますよね。そうですよね、はい、森愛も1ラウンド目は見事に完登でした。いや大きな半円状のですねホールドをどう攻略していくのかちょっと楽しみなんですけれどもね、はい、上の方はこうじわじわといくスタイルは得意なので、はい、このまず最初のこの序盤の一手がうまく止められるかですよね。あとムーブが分かるか、あ惜しい惜しい、あ次にもいけそうなアプローチになりました、ね、うん、右手をキャッチするまでの安定感は出せたので、はい、振られが来た時左手さえ寄せられればうまくキャッチができれば止まりますよね。1ラウンド目と同じようにですねいかに振られを抑えられるかどうかという序盤になりそうですね、はい、普通に飛びつくガバに飛びつく感じではなくてこの左手のちょっともうちょい下ですね、下からこう抑えるような感じの方が形状的には当たりやすいですね。右手ですか、左手です、ね、左手ですか、うん、右手を取った瞬間にこう左手が外引きで、左側に引くホールドなので、はい、右に体がこの右手で持っているホールドが外れてくるんで、うん、それをこの今右手で押さえているところに寄せないといけないんですけど、なるほど、これで寄せる、おー寄せました、いいですね、はい、はまりましたね。3度目のアテンプトで決めました。このトライを生かしたい、よじ登りたい、うん、じわじわ上がった、そして小さなホールドがついているこの大きな黄色のオブジェクトに、この後は伊藤さん、あっと、この上の球体についているホールドも小さい、いやこれはとんでもなく悪いですね。もう平たく言えばつまむしかないですよね、うん、本当にこう表現しにくいんですけどね、本当に持ちづらい、力の入れづらいホールドで、親指でこう下から押さえるぐらいしかできないんですよね、はい、で
今見えるところでは2つの小さなホールドがついてるわけですが、はい、それぞれまた形状も違いますよね、はい、そうすると持ち方も違ってくる。そうですね。あとはやはりこう足場に傾斜はあるんですけれども、はい、こう本当に体重をもう足場に乗せて入っていかないといけないですよね、ええ、これを一度押さえてから立ち上がれるか。この左足の角度も悪いんで難しいですね。現在田島愛佳と並んで今森愛は高度5です。うわ、20秒。仮に完登できなくても高度をさらに上げられれば田島愛佳を抜くことができます。森愛どうだ。あギリギリ取り付きましたね。これがラストトライだ。うん、おー来た。大声援に応えてアプローチ変えましたね。先にこっちに上がった。左側に体を寄せてここからどうするのか。やはり左に移っていかないといけないので、ええ、やはり足は戻しましたね。そうですね。うん、近い距離からもう一回行く。うん、おあっと厳しい。この傾斜のある中でこの動きっていうのは相当ハードな設定ですね。はい、森愛も2連続完登とはなりませんでした。もう一度ご覧いただきましょう。ここ傾斜が、ね、手前に倒れてますから、はい、そこでこういう、まあ、垂直の壁とかスラブだと出てきそうな動きなんですけど、なかなかこれはレベルが高いですね。手元のリザルトでは森愛が現在は高度5ですから、田島愛佳と森愛ともに5という結果になっています。まあ、仮にこれコード5同士で並んでもですね、前のラウンド、さらにはまあ準決勝のラウンドまで行かないといけませんね、はい、共に完登してますから。ですから準決勝の結果で言いますと森愛の方が上位ということで、そういうことになりますね、はい、田島愛佳よりも今は上位にいるということになっています。さあこちらもラウンド1は完登しています。伊藤双葉、いやちょっと楽しみですね、はい、上部がどういうふうに登っていくか。もうここからはジャパンカップの、ね、表彰台常連の3人ですよ ね、 確かにそうですね。伊藤双葉は今年のボルダリンジャパンカップは2年連続で3位でしたけれども、一昨年の2017年大会では史上最年少でボルダリンジャパンカップの頂点にも立ちました。そうですよね、はい、衝撃的な、ね、勝利でしたよね。それからも表彰台に乗り続けてますから本当に安定してますよね。はい、伊藤さんからお話があったように伊藤双葉が今年のボルダリンジャパンカップでは3位、そして野口啓代が2位、さらにはその後に控える野中美穂が優勝ということになるわけですが、三つどもえ戦になるのか。ここから抑えられるか。あ、いいですよ、だいぶ左手も左足も効いてますよ、はい、うまい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 。さあ、いやさすがですね。抱え込むようにしてどうだ、滑り落ちた。いや素晴らしいですね、ええ、まあ、各選手苦労していた球体の下についてるね、本当に小さいホールドをしっかりと保持をして体をぐーっと上げれてましたね。両足が上がったことによってやはり次に進めますね。うん、惜しい。今コードも出ましたけれども6プラスということで伊藤双葉が現在はトップ。画面左下のここまでのリザルトです。まだ伊藤双葉は果敢に挑戦中。まもなく残り時間は1分となります。うんと振られました。左の太ももの裏にテーピングも見えますけれども、伊藤双葉は昨年大きな怪我に泣かされました。
その怪我も癒えて今年は元気に各大会で上位進出をしっかりと達成しています。そうですね、はい、本当に、体つきもパワフルになってきましたし、これからも、ね、対応できる課題というのは広がっていきそうですよね。はい、ジャパンボルダリンジャパンカップは3位、さあスピードジャパンカップは2位、リードジャパンカップは9位。おっと、うわ惜しい、これは難しい。残り時間を見ながらペース配分をしています。これがラストトライになります。伊藤双葉、まずはここをしっかり決めたいですね。おー危ない、ザ・ノースフェイスカップ2019ウィメンズディビジョン1決勝戦ラウンド2をご覧いただいています。伊藤双葉のラストトライ、ガンバガンバ、惜しい。いやーホールド見えないんですよね、クライマーから見るとね、はい、あさらに高度を上げました伊藤双葉、高度は7ということで伊藤双葉3人登り終えた時点でトップに立っています。このラウンド2ですけれども上位2名がいよいよ次の最終ラウンドに駒を進めるという流れになっていますけれども、まだ完登者は出ていません。あと2人です。さあ次の選手登場いただきましょう。菅原彩選手です、失礼いたしました、菅原彩選手ではないですね。来て欲しかったな。そこでまた菅原さんが、ね、出てくれたら最高ですけどね復活ですね、敗者復活みたいなね、はい、そういうルールは残念ながらありません。はい、さあ野口明夫登場です。1ラウンド目はこちらも完登。野口明夫の1ラウンド目をご覧いただいて少し危ないところもあったんですが最後はさすがというクライミングでした。伊藤さん、はい、あの1ラウンド目のクライミングを振り返られるとどんな印象ですか。いやそうですね、やはり緊張感が出ましたよね。少し緊張感ありましたけど、そこでもう残りの、ね、時間限られている状況でやはりしっかり決めるっていうのは、やはり野口選手らしかったなっていう、ですね、強さがやっぱそういうところがやはりただ強いだけではなくてしっかり競技の中で決めてくるっていうのがね、本当特徴的ですよね。はい、ああここも落ち着いています、いや安定してますね。はい、これはなんか一撃が狙いそうな流れが来てますよ。うまいうまい。さあこの後が見たい、女王はどう登る。パーミングで強い強い、お左手捉えた。ここでトップに立った。ここからはねある程度ダイナミックにいっても大丈夫ですよ。あ持ち帰られるか、そのまま行くのか、そのままじわじわと行くのか。右手を寄せて、おっとジャンプ、滑った。はい、次もあのアプローチで行くでしょうか、ちょっと変えてくるか。どうですか伊藤さん。そうですね、最後は迷いますね、そうですね、今右手を球体の上を保持をしてシンプルにこう引いていったんですけど、はい、やはりこの球体があまり持てないのでちょっとこう手を出すときに右手も滑ってきてしまったっていう感じなんですけど、どちらかというとこう手で引いて出すっていうよりはもう、少し左手のアンダーで反動をつけながら、もう足に乗って距離をポンと出してしまうような、ふわっとこうもう体だけ移動してゴール結構かかるんですよね、はい、ゴールのホールドがかなりかかりはいいんで、少しふわっとこう足に乗ってこう行ってしまう感じでもいいですよね。8プラスという野口明夫、これで野口明夫の最終ラウンド進出は決まりました。あとは伊藤双葉なのか、それともこの後登る野中美穂なのか。ここはしっかりと時間を置いての2トライ目になります。ほとんど右手でぶら下がれてますね。ですね、強い。この安定感はさすがですよね。はい、
さあこの球体のホールド、うん、ここもおお耐えるだろいいですよ耐えました。ここから球体が体の前にあってね体が外に出てるんでいけるか。先ほどよりはちょっと距離が出なかったか。なかなかここで最終トライいきません。野口明雄でも完投できませんでした。球体がこう体の目の前にあるんで、はい、なかなかこの、まあ、トップホールドは壁際にありますからそっちに入っていくのがね、非常に難しいですよね。あとこのやはり右手があまり持てないっていうのが一番難しいんですけど、はい、ただ高度は8プラスということで野口明雄の最終ラウンド進出は決まりました。さああとは伊藤双葉なのかそれともこの野中美穂なのか最終ラウンドのメンバーはまだ決まっていません。伊藤さん会場内からも美穂という絶叫系の応援が聞かれましたがあまりにね絶叫でちょっと苦笑いしてましたけど、はいまあ、力に変えてくれるでしょう。伊藤さん、はい、こういう何かこうフランクなところがね、うん、選手とお客様の距離感が非常に近いのもこの大会の魅力ですよね。本当そうですね、まあ、そこで特に野中選手っていうのはまあ、国内の大きな大会で活躍する前にノースフェイスカップでこう目が出てきたようなタイプでもあるんですね。やはりノースフェイスカップっていうのはパワフルな課題が多いんで、まあ、彼女の特徴を生かしてこうぐっと上に上がってきて、成長のきっかけになった大会でもあるんで、はい、やはりこういう雰囲気は本当本人も毎年楽しみにしてると思いますし、うん、力に変えてくれると思いますね。その野中美穂の最初のトライからいきなりここまでやってきました。ここから上に上がってきたい。上に、おー、うまいうまい。予選からは全冠というこの野中美穂、右足をなんとか上げたい。あーでもここで止まれるところが、はい、さすがボディバランスが優れてますね。強い強い。お、面に変えましたね。お、お、これはあーっとずり落ちた。ちょっと怖い落ち方でしたね。ホールドに顔が当たりそうでしたが、ちょっと顎かすったでしょうかね。大丈夫ですかね。今顎のあたりを、ね、触る仕草も見せました。あー、ここね、ちょっと当たりましたかね。ちょっと当たったでしょう。しばらく起き上がることができず、あ、今今度は左肩を、もともと痛めていたのは右肩でしたっけ。そうですね。ただその右肩もだいぶ良くなってきたと語ってくれた野中美穂です。多分ね問題はないと思うんですけど、はい、急にスリップして落ちたんでね、こう変な力のかかり方が、うん、肩にかかったんでしょうね、はい、最初のトライは野中美穂、高度は5、まだ伊藤双葉を超えるには至っていません。このまま行きますと最終ラウンドは野口明雄と伊藤双葉の両選手の激突ということになるわけですが、まだ野中美穂残り時間は1分弱あります。50秒以上あります。手に汗握りますね。もうここからさっきの、ね、トライよりも上げてくるっていうのは本当にものすごい集中力と、はい、まあ、現場での判断、まあ、この登ってない時間もものすごく重要で、この時間の中でこうある程度の終着点があると思うので、そこにどうたどり着いているかっていうのも重要な、もう登る前に決まってしまう部分もあるんで、クライミングっていうのは、はい、どこまでいいイメージができているかですよね。お、あ、ちょっとやはり肩に異変があったか。野中美穂1トライで終了となりました。ちょっと危険しましたね。はい、残念ながらラウンド2野中美穂リタイアとなりました。ということで、その結果最終ラウンド進出は、野口明雄そして伊藤双葉ということになりましたね。野中美穂残念ながらラウンド2はリタイアということになりました。ちょっと心配ですね。はい、ということでお知らせの後は女子のディビジョン1最終第3ラウンドです。優勝賞金をかけた戦いがその後行われます。野口明雄選手と伊藤双葉選手と、そうですね、この2人のうちの1人が1位なんです。優勝賞金過去最高の優勝賞金が用意されています。はい、まあ、ラウンド2は完投が見られませんでしたけども、それだけこの、ね、悪い課題と、まあ、これは見応えがある、ね、うん、挑戦しがいがあるというところだったと思いますけども、まあ、結果野口選手と伊藤
藤選手のスタンバイ並びに、このラウンド3いわゆる優勝決定戦のセットを再度確認、セッターたちそしてジャッジも OK ということで2人に登場、そしてオブザベーションタイムを迎えていただきましょう。ウィメンズディビジョン1ファイナルラウンド3お二人の入場です。野口 VS 伊藤というファイナルのこのハードラウンド3を迎えています。さあいよいよザ・ノースフェイスカップ2019女子のディビジョン1最終第3ラウンドです。今年の最終ラウンドに駒を進めてきたのは画面手前から16歳の伊藤双葉と大ベテラン野口明夫という一騎打ちとなりました。解説伊藤秀和さんです。伊藤さん、はい、いや楽しみな対決となりましたね。そうですね、本当に楽しみですし、課題もどういう課題がね、うん、締めくくりで出てくるかっていうのが楽しみですね。ですね。野口明はもう連続してずっとここ最近はこのザ・ノースフェイスカップのファイナルに進出をしているわけですが、昨年も2位でした。一方伊藤双葉は2017年に3位には入っているんですが、翌年となる昨年は惜しくも7位、決勝進出を逃しました。さあ伊藤さん、はい、最終ラウンドのルート設定どうでしょう。いや本当にいつも男女ともにね、この最大傾斜、まあ、かなり傾斜がある壁にこう課題というのが設定されることが多いんですけれども、はい、毎年の、やはりこう締めくくりの課題はこの強傾斜に、うん、作られましたね。はい、もう会場のど真ん中正面にある、もう会場全体から、中心に向かって見渡せる、ね、いいところにこう作られましたね。それと伊藤さん、はい、今年のザ・ノースフェイスカップはですね、男女合わせて優勝賞金は、私が興奮して間違えましたけれども、男女それぞれですね、史上最高額の優勝賞金100万円が用意されているということで、それはすごいですね、はい、本当にそれだけこう選手を応援する、ね、スポンサーもどんどん増えてきたということ です、ね、はい、そういう、ね、サポートでまた世界に、ね、つながりますよね。もちろん、ね、お金だけではないんですけれども、それだけどんどん賞金が上がっていくと選手たちもモチベーションは変わるでしょうね。変わりますし、実際に、遠征の、ね、はい、面でも変わってきますし、普段の練習の環境もね、もちろんそれによって変わってきますよね。さあ静かに待ちましょう。伊藤双葉の最終ラウンドのクライミングが間もなく始まります。いよいよファイナルを迎えるということになります。本戦ラウンドウーベンズディビジョン1、その日本一に輝くのは、さあ立ち上がりました、準備はよろしいでしょうか。伊藤双葉選手、クライミングタイムスタート。さあ最終第3ラウンド、伊藤双葉が挑みます。ラウンド1は完登、ラウンド2は高度7、この最終ラウンドはどうか。おお、いいですよ。いや、ここからの距離出しがしっかり抑えたい、うわ、難しい。これランジしてもですね、左手がうまくかかるかどうか、あれはどうかけていけばいいんですか。いや、結構今回の、今の一手っていうのは結構シンプルに、足が切れるのをぐっと耐えるようなイメージだとは思うんですけど、はい、ただホールド自体がね、やはりこうインカットしてないですから、全身の力がいりますよね。それと冒頭で伊藤さんがおっしゃっていた、そのクライミングの総合力が問われるということ で、このファイナルラウンドもそうでしょうね、はい、疲労もあるでしょう。ここでかなり距離ありますね。あります。うわ、もうシンプルに悪い男性的な一手がここでグッときますね。はは、見ていてダイナミックですね。
まず距離を出すだけでも、右手のホールド、まあ、両方ですね、左も右も悪いと思うんで距離を出すだけでも大変ですし、その後にこう足が切れるような設定に作られてると思うんで、そのフラレが来た時に一気にまた、はい、レベルがね、抑えるレベルが必要になりますから。最終ラウンドを戦っている伊藤双葉、この後は野口明夫が控えているわけですが、仮にこの最終ラウンドで勝敗がつかない場合はスーパーファイナルへと進みます。完投であればスーパーファイナル。あー惜しいですね、今非常に今までの中でいうと惜しいトライでしたね。ラウンド1ラウンド2と比べても相当被っているこの壁。なかなか女子の、ファイナルでもこういうシンプルにこう、はい、距離を出して、フラレをこう筋力で抑えるっていう動きっていうのは珍しいですね。どちらかというと、どちらかというとこう、まあ、テクニック、下半身の、位置だとか、はい、足の決め方で止めるようなパターンが多いんですけど、非常に男性的な課題ですよね。お客さんを煽って最後のトライ、あ一番惜しかった、捉えられそうでしたが、伊藤双葉果敢に挑みました。高度は3プラスでした。伊藤秀和さんどうでしたか。そうですね、なんかこう珍しいぐらいにこう直球勝負の課題できましたね。男性的な、パワーと、距離出し、あと振られた時のこの、まあ、全身で抑える感じも本当に難しいと思いますけどね。野口選手がどうやってくれるかね、楽しみですね。さあ決めてくれよ。伊藤双葉は高度3プラスでした。その高度を抜きさえすれば野口明夫2年ぶりの優勝となります。それでは行きます。野口明夫選手クライミングタイムスタート。伊藤さん、はい、壁が何か選手たちに挑みかかってる感じですよね。いや本当に登れるものなら登ってみろと。いやただこう野口選手のエネルギーもビシビシ伝わってくるんで、はい、なんかこう課題の威圧感が小さく見えてきましたね。 なんかこれは期待できると思いますね。伊藤双葉はいいですね、体外にもう出てますもんね。うまい、いや来ました。もう出る前から、はい、もう体の位置が良かったですよ。安定している、はい、この時点で野口明夫の優勝が決まりました。あとは純粋にこの人のクライミングを楽しみましょう。いやここまで直球勝負は本当にこれはこれでなんか、今まではねこう総合力って感じでしたけど、はい、ですね、女子の課題はどちらかというとうまさだったりだとか、そのオブザベーションのうまさ、イメージのうまさでこう、登っていく部分もありますけど、これはもう強さ、はい、もう全身の強さが本当に求められる感じで、こういうファイナルもいいですね。いいですね、期待に応えてやはり突破してくれましたね。伊藤選手が止められなかった一手も、はい、もう左手、そのムーブに入る前の体の位置自体がもう大胆にこう体を外に出していけるぐらいこう安定していましたね、はい、そして伊藤さん、はい、野口明夫がお客さんを煽ったということは、そうですね、はい、力をさらに出して、まあ、プラス高度を、ね、上げていってくれることが多いですからね。ですよね、はい、予告ホームランみたいなもんです。さあ大きくかっ飛ばすか野口明夫、壁と激突、最後はガッと惜しい、まだ時間はある。アプローチを、ね、変えてきたんですけど、はい、今のこのアプローチをもう一度、そうですね、ヒールフックにしてこう、
だ足でこう、まあ、ヒールができたとしても上半身の距離が少しものすごく遠いのでちょっと引き上がらないですかね。真下の足から下半身をで、体の位置をこう蹴り上げた方が距離が出ますかね、はい、いやものすごい距離感ですね。アンダーからの一手は本当にパワフルですね。あ、頑張れ頑張れ。さあこれがおそらくラストトライになるでしょう。まずこの一手集中したいですね。いけ、きた、いいですよ。この後です。この距離を頑張れ頑張れ、いけ、あ、手はかかりましたが、いや、完登はできませんでした。ただ今年も見せてくれました野口啓代、見事に2年ぶりの優勝、野口啓代ということになりました。最終トライも少し近づきましたもんね、はい、本当に惜しかったですね。優勝は野口啓代、2位は伊藤ふたば、そして3位には野中美穂という結果になりました。ではこの後はいよいよ男子の決勝戦です。さあ女子の決勝戦が終わって続いては男子ディビジョン1の決勝戦です。決勝戦に勝ち上がった6名を現在紹介されているところです。見ていきましょう。引き続き解説伊藤秀和さんでお楽しみいただきます。伊藤さん、はい、6人がね今紹介されましたけれども、準決勝6位通過からいきましょうかね。井上裕二、今出ました井上裕二、楢崎智和、原田海、チョン・ジョンウォン、尾形義行、藤井こころという面々になりましたがどうですか。いやもう楽しみでしょうがないですね。このメンバーは本当に世界の中でもトップクラス揃ってますから、いやこれはもう本当にワールドカップの決勝っていう感じですかね。本当にこういう面々になっても全く不思議じゃないですもんね。ワールドカップ本当ですね、はい、ね、で早速あっという間の1分間のオブザベーションタイムが始まっています。男子の決勝戦のラウンド1のルート伊藤さん、あ、ここだとちょっと分かりづらいですね、全体像が見られるといいですか。まあ中間傾斜2、30度かぶってますかね、はい、傾斜にそこにハリボテ状のホールドがついているんですけれども、まあホールドが大きいんですけれども持ち加減っていうのはすごく悪くて、はい、あとはどこを持つかで随分とこう持てるか持てないかも変わってきますから、その判断っていうのが非常に現場での処理も必要ですし難しいですよね。はい、1分間のオブザベーションタイムが終わりました。その中でまずは準決勝6位通過、大阪の23歳井上裕二、まあ、旧姓は藤脇裕二でしたね、はい、いや出てきましたね、出てきましたね。昨年もね、うん、最後の2人まで残りましたよね。残りましたね。昨年2位でした、うん、ワールドカップでも本当に、はい、ミュンヘンが上がってきてますし、ね、準決勝1位の通過もねありましたよ、はい、ありましたし、もう今年の本当に世界でも活躍が期待されますよね。いきなり自慢の筋肉を披露いいですね、はい、さあ均整の取れたこの体格を生かしてまずはラウンド1に積極果敢に挑む井上裕二です。これ女子のルートと比べると伊藤さんどうですか。いやものすごくパワフルですね。パワフル、はい、うん、今こう持っているホールドもものすごい効かせづらいんですよ。足の位置が右にしかないので、ああ真下に足があると随分違うんですけど、はい、となると、うん、今のところからですと、はい、途中でキャンプシングになるんですか。そうですね、本当にクロスで入るのか左で入るのか迷うんですけど、ああ、うん、若干、井上選手のようにホールドが効かせづらい状態からこうバシンと左手を送ってその後こう足を送っていくような、あ、次のホールドを取ってからではないと足を送れないですよね、はい、
やこれ一気にいくか。おこれ前だと思いますね。あ、これが設定かもしれないですよね。両手で挟み込む形ですか。そうですね、飛び出して、はい、その次はどうします。そうですね、足をもう左に、そのまま送って、はい、まあ、持ち替えてからこう股向きの悪いホールドが続くんですけど、うん、その後ちょっとパワーがいりますけど、またこう肩で押さえていくような本当に全身使う課題ですかね。出だしはこの飛びついて押さえる方法が一番こうシンプルですね、うんうん、あ、ただこう両手が揃うだけだと止まらないですね、はい、体の位置も大事ですけれども、揃えた瞬間にこう胸の力でグッと中心に抑え込まないと、はい、圧力をかけないと止まらなそうな今ムーブでしたね。あ、力いりますね。左手がやはり効きが悪いんで的確なところに飛ぶっていうのも難しいですし、まあ、この傾斜ですからね。この傾斜なので届いた瞬間に圧力を両方のホールドに均等に圧力をグッとかけるのが難しいですね。これ制限時間短めの3分なんですけれども、はい、それだけでも相当消耗しそうな課題となってます、はい、ちょっと井上選手1トライ目でかなり筋力を使ったので使いましたね、うん、今とは違うアプローチですけど、残り時間は間もなく40秒、ね、1トライ目は下に入ってしまったんでね、はい、昨年のこの大会では見事に2位に入りました。ワールドカップボルダリングではミュンヘンで初めてのファイナル進出で5位。あ、きつい。年間総合でも初めてトップ10フィニッシュを果たした昨年の井上裕二です。初優勝を目論んで今大会順調にこの決勝戦に駒を進めてきましたが、ちょっと力がもうないか。残り時間は10秒。また違ったアプローチを考えているか。いや、もう同じ生き方でもう狙うしかないですよ。これで土壇場で止めてほしい。あー、きつい。これはきつかった。井上裕二ラウンド1コードは2プラスでした。このパワーを要する課題を誰が攻略できるのか、もう一度ご覧いただきました。いや、力入りますね、見てる方も。そうですね、いや難しいですよね。さあ栃木の、お、ちょっと聞いてみましょうか。あ、なるほど、今場内でも紹介されていましたが、楢崎智は今年は優勝するという優勝宣言もしているそうです。改めまして栃木の22歳楢崎智和です。優勝は2017年に1回優勝があります。ボルダリングでは世界の頂点を極めた22歳。お、強い強い。あ、普通に行く、飛びつかずに行きますか。強いぞ。あー、でも動き出せない。そうなると先ほどの井上裕二のように両手で抱え込むようなアプローチに変えてくるか。飛びつく動きはね、楢崎選手得意ですからね、はい、あとはコンタクトしたときにこう力を入れる筋力も飛び抜けて強いんで、はい、やはり左手も効いてましたね、はい、強いですね。楢崎智和は今年のボルダリンジャパンカップでは2位、スピードジャパンカップでは4位、そしてリードジャパンカップでも2位に入っています。昨シーズンのワールドカップボルダリングではモスクワで優勝しました。年間総合は2年連続で2位にも入っている世界を代表するクライマーです。そうですね、2年前に世界、ね、世界選手権で優勝してから、ね、本当にずっと勢いがありますね。いや、来ましたよ。やはりうまかったですね、はい、うまく左足をかけました。本当に力の入ってない感じで止めましたよね。そうですね、いや、余力は十分、コンタクトする力が強い。お、そしてここから逆さまのようにいくんでしょうか。あ、どういう、これは次はどういうムーブが要求されますか。いや、難しいですね、うん、これはまあトップ選手でも頭を現場で悩ませてると思うんですけど、ええ、うん、この飛びついたの左下にこの踏んでいるフットホールドも非常に悪いんで、はい、あとは左手で持っているホールドがものすごくこう効かせづらいんで、今両手を添えるのがきついってことでこうニーバーを足を送ってこう下半身を固定することで進もうとしたんですけど、それもなかなかこうニーバーを押し当てる角度が悪いんで、楢崎は
高度は3、先ほどの井上雄二よりも上に登りました。いやこの登り方も、判断が難しい、プラスこう、ハイレベルなフィジカルがいるっていうのが非常に難しいですよね。分かったとしても正解の動きを選んだとしてもとてつもなく、はい、保持力を使ったりだとかタイミングが必要なので、まあ、選手もそこで迷いながら自分に合う動きを選んでいくっていうのが、しかもこの、まあ、トライを重ねるたびに疲労してきますから。男子のディビジョン1、女子の決勝戦同様にこのラウンド1は上位4人が次のラウンドに進出できます。さあその次のラウンドへ望みをつなげたい。まだ時間はあるがいけるか。おお、まだいく。ああ、楢崎智亜果敢に挑みました。これはね、いいラインまで行ったんじゃないですかね。楢崎智亜高度5伸ばしました。現状暫定トップに立っています。いや楢崎智亜でもなかなか関東まで行けない、トップの直前まで行けない、それだけパワーを要する非常に難攻不落のルートとなっています。なんと今日が20歳の誕生日だ。皆さん大きな拍手を迎えてください。今日晴れて20歳の誕生日を迎えました大阪の原田海、ディフェンディングチャンピオン。応援がすごいですね。すごいですね、はい、満面の笑みを浮かべながらラウンド1、原田海です。まあ昨年はここで優勝して、そしてその後の世界選手権のボルダリングね、いや金メダル神がかってましたよね。はい、繋がりました。本当にすごかったですね。あの時は確か準決勝と決勝全冠でしたもんね、はい、いやそうですね、本当に完全試合というか、はい、あそこまでこうダントツで、勝つパターンっていうのもなかなかない、本当に勝利でしたね。でしたね、まあ、それを期待されて今年のボルダリンジャパンカップ挑んだんですけども、うん、ちょっと体調を、ね、壊して、ね、崩して風邪で振るわずに25位で涙を飲みました、うん、まあ、それだけにこの大会にかける思いは強いでしょう。そうですね、ましてやディフェンディングチャンピオンですからね、うん、まあ、本当に、ワールドカップの、開幕、ボルダリングの、ね、開幕までもう1ヶ月迫ってますし、はい、うん、徐々にジャパンカップの時に比べると随分と上げてきていると思うんで、ですね、はい、ちなみにこの大会の連覇となりますと2012年と2013年、ダニエル・ウッズ以来となります。あ、いいですね、何かノリが男子校ですね。もっと握れとか聞こえますけどね、すごいですね、のぶとい声が飛び交っています。なかなかジャパンカップじゃね、はい、ところまで応援されてますけど、黄色い声援というよりはね、はい、茶色い声援という感じがしますけども、これでパワー100倍力をもらって、ノー、このね、ランジは本当に、まあ、こういう系統が強いね、楢崎選手でもなんとか苦労してましたけど、非常にこう難しいですよね。ここ2年ほどの原田海を見ていてですね、どの部分が一番成長したと思われますか。いや、そうですね、やはり、1トライにこう集中する、まあ、集中力だったりだとか、あと正解のムーブをこう読めてるっていうのは世界選手権では光ってたように見えますよね、はい、はい、そういう部分は普段から、1トライ1トライの質を上げて練習してると思うんですよね、まあ、ちょっとこの課題では苦労してますけど、はい、うん、タイプとしてはそこが昔から保持力だったりとかフィジカルは強い選手だったんですけれども、そのトライの質が上がってきたなっていう印象はありますね。その原田海もディフェンディングチャンピオンも残り時間は30秒を切りました。弾みをつけて相当距離があるでしょうか。その届いたとしても挟み込むのも至難の技ですよね。そうなんですよね、これはこの一手止まる止まらないで随分変わってきますよね、はい、アプローチを変えてきたか、左膝を折り曲げて、あ、ただまた戻しました。これがラストトライ、
小首を左右に振りましたディフェンディングチャンピオンの原田海。高度をなかなか上げるところまではいけませんでしたが、高度は2プラス、井上裕二と同高度ですが、ただカウントバックで準決勝の順位は原田海の方が上ですので、原田海が現在は井上裕二よりも上のランキングにいるということです。暫定トップは依然として楢崎智亜となっています。さあ、今この選手の皆さんへのメッセージが読み上げられました。準決勝トップタイ、予選からは全冠です。韓国の U23 歳はチョン・ジョンウォン、過去2回のワールドカップボルダリング年間総合王者でもあります。昨年の世界選手権はボルダリング原田海に続いて銀メダル獲得。やはりプッシュから入ると厳しい。はい、2年ぶりの今大会出場となりますけれども、2017年大会の3位が今大会最高成績のチョン・ジョンウォンです。チョン・ジョンウォン来ましたね。来ましたね。本当にワールドカップでもね、ラウンドが上がっていくことに強さを増していくタイプですからね、はい、だからノースフェイスカップは少しなんかこう苦手意識があるかもしれないですね、うん、以前ねこう1課題目で苦労してしまった時もありますから、ね、それでも2年前は3位ですからね、はい、2015年と2017年、この2回年間総合王者ワールドカップのボルダリングに立っているわけですけれども、はい、その2015年と2017年では何かクライミングの内容または成長ぶり見られました？そうですね、やはり15年の時はまだまだこう、うまさで登ってた感じでしたね、はい、本当にテクニックでこう決勝になんとか進んでくるっていうイメージでしたけど、やはり、17年までの2年で随分と体 の強さが増しましたよね。今チョン・ジョンウォン選手っていうと本当にこう、うまさだけではなくて筋力もとてつもなく強い、はい、指の力もとてつもなく強い、こう総合力がある選手っていうイメージですけど、やはり15年ぐらいの時はまだまだそういう弱点な部分がありましたよね。パワーの部分では少しトップ選手に劣ってましたし、そこが本当に伸びてきたところで、毎年そこはベースアップしていると思いますね。ですから2015年と2017年、はい、わずか2年間ですけれども、その間にボルダリングのルートセッティングが傾向が変わりました、はい、よりパワフルにという ね、 そ う、 ですね、そういうところでもしっかりと優勝できるようになったチョン・ジョンウォンの成長ぶりですよね、はい、そうですね、やはりこう緩い傾斜だけではなくて、はい、パワフルな傾斜でもしっかり完登を決めてくるようなね。でしたね。アンダーからいきますよ。ああ効かないホールドが、まあ、飛びついて止めるにはそのこう右手と左手がちょっと近いんですよね、中心に、はい、なので力が入りづらいというか、そこでグッと力を入れるのが難しくて、もっとこう手が開いてた方が力グッと入るんですけど、はい、その飛びつくホールドの悪さだけではなくて、少しこう体に寄ってる部分が抑え込むには非常にこう届いた瞬間にグッと力を入れづらい部分があって、まあ、こういう本当のトップの選手でも飛びついて止めるっていうのは非常に原田選手も苦労しましたけど、非常に難しい距離感なんですよね、この両手のホールドの幅が。今度はちょっと近いんですよね、まずはちょっとアプローチを変えて、まあ、下半身が残ってしまうんでジャンプしたいですけどね、ショーン選手はジャンプでいきたい。これがラストトライです。高度は2プラス、それ以上高度は伸ばせませんでしたが、ただチョン・ジョンウォンは次のラウンドに進出が決定いたしました。ちょっとこう各選手の強さ、はい、技術力の高さっていうのが課題の中で見れなくてね、ちょっと残念な残念です流れにはなってますけど、はい、まだまだ課題は続きますからね。ですね、楢崎智亜、そして今登ったばかりのチョン・ジョンウォンが次のラウンド2に進出は決定、あとはまだ未定。そうですね、あとこのフィジカルモンスター尾形選手と、藤井選手に期待したいですね。ですね。なんとかこの課題の全貌を、見せてほしいですよね。こちらも予選から全冠、準決勝トップタイ、福岡の21歳尾形義行です。今大会は初めてのファイナル。まあ、この選手は世界ユースでも素晴らしい成績を収めましたし、ワールドカップリードでも素晴らしい成績を収めている。2017年のワールドカップボルダリングではベイルで表彰台にも立っています。さあ、その尾形もアンダーから、
今のアプローチはどうですか。この方法だと各選手やはりこう体が潜ってしまっていて、はい、あとこうフットホールドとこのアンダーで押さえている、まあ、ホールド自体も悪いですし距離があるんでちょっとなかなか左に出ていけないですよね。ただ尾形選手ものすごくフィジカル強いんで、惜しかったですけどね今、フィジカルというのは具体的にどの部位が強いんですか。そうですね、まず保持力ってこうホールドを持つ力がとてつもなく強いってことと、はい、あとはやはりこう足のない状態でもこういうふうに今、抑える力がありますよね。ちょうど出ましたね、はい、伊藤さんの説明通り、足が切れてもこうホールドを持っていくような力っていうのが全身の力が強いですよね。ここまで来た、いや来た、強い、すごい、がむしゃらに上がっていく。さあここからは距離があるが一気に行くのか、少しワンクッション置くのか、いや行きそうだ、行きそうだ、あっと踏み込めなかった、はい、もう少しでした、おそらく楢崎智亜を優に超えてはいると思うんですが、はい、さあいや肩の強さもものすごいですね、はい、まあ、彼のいいところが出ましたね、こういう上半身でぐっと体の位置を上げて止めるような動きっていうのはものすごい得意で、はい、このお茶を飲む飲みっぷりもいいですねそうですね、まあ、次のラウンドへの進出はもう多分本人も、はい、分かってはいると思うんですけど、高度は6プラスということで楢崎智亜を抜いて、うん、尾形義行現在は暫定トップですから、尾形義行も次のラウンド進出が決まりました。あとはこの、まあ、それこそモンスターのような壁をフィジカルモンスターのこの尾形が完登できるかどうか、うん、そうですね、最後の飛び出しもねちょっとこう、はい、難しいですね。ホールドを効かせようとすると体が左に落ちていってしまうので、はい、そこで右上にこう踏み込んでいくというのは非常にタイミングと飛び出し方、まあ、右足への乗り込みのレベルの高さも出るんですけど、非常にこう動きづらいってですね、距離もありますし、ここであまり脱がないタイプですけどお、うん、ということは今日はもう乗ってるわけですね。乗ってますね、はい、おお、来た、さすがですね。さあ強いぞ、どうだ、右足踏み込んで体を上げられるか、ラストトライ来た、あー、うわー惜しい、右手はかかっていた、しかししかし伊藤さん、はい、脱いだだけのことはある、そんなクライミングを見せてくれました。本当ですね、あと体つきもなんかこうイメージよりもしっかりこう強くなりましたね、体つきもこう、そうですか、はい、もっと細身のイメージがありましたけど、うん、少し筋量増えましたかね。そうですか、これ最後のこの、惜しい、いや惜しかった、いや完登直前でした、素晴らしい登りでした。さあこちらも予選から全冠です。準決勝トップ対静岡の26歳藤井心。さあもうスタンバイ OK、 藤井心選手クライミングタイムスタート。尾形、楢崎、チョン・ジョンウォンまでがここまでは、まあと原田海ですね、上位4名ですから、この4人が、まあ、暫定で、次のラウンドに進出することになるわけですが、藤井心がどこに割って入ってくるのか。藤井心はこういうのは結構得意そうじゃないですか。うん、そうですね、やはり抑え込む力ありますから、はい、まあ、最初のランジを止めた後は特にこう強いなって思いますよね。だからこの最初の、こう抑え込む飛びつく動きは少しコツがいるというかタイミングも難しいですし、はい、うん、尾形選手のように早い段階で止められるといいイメージになるんですけどね、はい、何度も失敗してしまうとこうなんか力の入れ方がわからないっていう、 こう負の連鎖で、はい、なかなかこう止められない状況になるんで、うん、止められる力があってもちょっとこう失敗を繰り返すことでどん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 いいイメージが離れていってしまうことはありますよね。スラブの、まあ、一度足が滑ったりとかすると悪いイメージになると思うんですけど、そういう感じであまりこのランジもこうスルッと抜けてしまってるんですけど、これを繰り返してしまうと時間だけではなくて、はい、体力的にはさほど問題ないと思うんですけれども、そのいいイメージっていうのがねどんどんこう薄れていってしまう、はい、うん、あとは迷いも出てきますね。
どういう感覚で止めたらいいんだろうかっていうところも迷いが出てきますし、藤井心は昨年までボルダリンジャパンカップ3連覇でした。前人未到の大記録です。今年は6位でしたけれども、ただその後のリードジャパンカップで、先ほど本人とも話をしたんですが、本当になんかラッキーな優勝だと言っていましたけれども、初優勝、しかもリードの大会で初優勝でしたね。そうですね、ラッキーとは言っても内容が本当に素晴らしかったですし、本当に無駄のない上りでしたよね。あそこまで完璧な流れでこう決勝のルートを上るっていう選手もほぼ、いないですから、毎大会ああいう風に、ね、上る選手がいたら本当にすごいなと思うんですけど、それだけ内容が良かったですからね、この大会に限って言いますと、藤井心は5位が2回、これが最高成績です。2012年と2014年です。ワールドカップでも昨年は重慶で見事に優勝しています。まあ、ワールドカップのボルダリングで3年連続で優勝しているというのも素晴らしいですよ ね、はい、毎年優勝しています。さあ、会場内からも励ましの声が聞かれます。大丈夫大丈夫、そうです、お客様の後方には平山雄二さんも見えますが、惜しい惜しい、今のは本当に惜しかったんで、はい、次につなげられるか、今のは相当惜しかったですよ、はい、いけるかもっていうトライだったんで、ラストトライだ、高度を上げたい、つなげろ、まあっとここで落ちました。ただまあ抜けますね、カウントバックでね。そうですね、ラウンド1勝ち抜けは尾形、奈良崎、藤井、そしてチョン・ジョンの、4人ということになりました。お知らせについては男子ディビジョン1決勝第2ラウンドです。オブザベーションタイムスタートです。ちょっと次の僕も呆然とこれ、はい、またすごいものそうですね。4点スタートからの3と1か、3点スタート、上の3と1のアイナンを、下にもなんか1個ついてるんですけど、ちょっとね、遠くから見えなくて、で、もう、どうで男子の決勝戦、ラウンド2に入っています。伊藤さん、早速ですが、はい、このセッティングはどうでしょう。いやまたこうちょっとこう登り方が非常に難しい課題が出てきましたね、はい、手順とかが少しこう各選手迷いながら今こうオブザベーションしてると思うんですけど、はい、で改めましてこのラウンド2に駒を進めた選手ですけれども、チョン・ジョンウォン、藤井心、奈良崎智亜、そして尾形義行の4人ということになりました。ラウンド11位が尾形義行ということで、誰も完投できなかったラウンド1でしたけれども、このねラウンド1の成績も非常に後々生きる可能性もあるわけですからね、はい、またね同率だった場合はねこうカウントバックで全ラウンドに、ね、戻りますから、そうですよね、はい、まあ、ですからラウンド1トップだった尾形義行が非常にここまでは優位に試合を運んでいると言えます。まあ1課題目のようにこう、ね、同率になることは珍しいルールなんですけどね、まあ、行って行ってこう高度が評価されますから、はい、うん、どちらかというとこう本当に順位も各ラウンドで分かれてくるようなですね、うん、ね、普通のゾーンとトップだけではないですからね、はい、もう行って行って、しかも手を出した出さないかでも変わってきますから、そうですよね、うん、リードで使われるプラスというね、はい、これもカウントされるわけで、はい、なかなか独特、面白い見どころ十分な
この大会独特のルールとなっています。頑張れ。お、早いぞ。さあ、奈良崎智亜からのスタートになります。ジャンバー。お、スルスルといった。準決勝は5位通過でした奈良崎。いや、本当にスルスルと完登してしまいそうな流れが来てましたよね、今ね、はい、伊藤さんの見立てでは結構また各選手苦労するんではないかという、ね、予想でしたが、この左手がやはり効きが甘いですよね、はい、もう一個ね、右手をこう上げるホールドがついてるんで、一度こう、ええ、あの半円のホールドを両手でグッと押さえる設定ではあると思うんですけど、今まああのもう上に向かっていけるんじゃないかという判断で直でいきましたけど、はい、あの右下にもう一つ小さなホールドがありましたが、はい、そこは使いませんでした、はい、そうですね、両手でこう押さえ込んでから体を少し一旦上げてこう飛び出すために2つついてるとは思うんですけど、だからそこまでのラスト1手まで1トライ目でいったっていうのは非常にいい流れが来てますよね、はい、そこまでもね簡単そうにいってますけど、おそらく結構難しいと思うんで、うん、うん、でも早い。ここで使います、使わないですか。掴めた、今掴んだ。ここあ、いいですね。あー、もったいない、足が滑りました。ただ次はやってくれそうな長崎智亜です。そうですね、はい、勝てば2年ぶりの優勝です。うわ、足が結構でも今の状態を見るとあの突っ張ったホールド、まあ、両手で持った状態からこの蹴り出す足が結構奈良崎選手にとっては低めですね。なのでこう蹴り出しが難しいっていうか、はい、うん、たわみがあまりないんでなかなかこう、うん、飛び出す、まあ、距離を出すのがゴールが近いように見えて、うん、結構飛び出すのは難しいですね、はい、時間をかけてもう一度ルートを見やります。今大会は弟の奈良崎明智も出ていたんですが、残念ながらこの大会における決勝戦揃い踏みとはいけませんでした。兄貴がその分頑張ります。残り時間は20秒。この足に注目、うん、あ、どうですか。深いですね。ホールドもある程度効いているのと、まあ、足は蹴れているんですけど、その持っているホールドがこう張り出していて胸の前にこうボリュームが出てきているんで、はい、それを乗り越えてゴールっていうのがちょっとこう外に出ちゃうんですよね、うん、その張り出しが邪魔をしてそこからこう体を上げるのが非常に難しいですね。ラストトライだ。これ以上高度を上げることはできませんでした。奈良崎智は現時点では高度は4ということで、これが4プラスに変わりましたね。これが一つ目標になります。いや、今回はこう抑え込むような動きの課題が多いですね。ちょっとこう全身のパワーを入れるような、はい、チョン・ジョンウォンはラウンド1は高度2プラスでした。かろうしてこのラウンド2に駒を進めてきたわけで、まあ、このチョン・ジョンウォンのみならず、今年も伊藤さん、はい、多くの海外の強力な選手たちが参加して残ったのはこの人だけになりましたね。そうですね。おー、安定してる。チョン・ジョンウォン滑らかにここまで来たが、うわ、アンダーにしなかったですね。しませんでしたね。少しこう出前持ちのような感じでこう上にプッシュするような状態から発射しましたけど、こうまあ、ここからこう見るとあのゴール もう目の前にあるんじゃないかと思うんですけど、このやはり最後の白いこう半円のホールドがかなり手前に張り出してるんで、こうすごくそれを胸をそこから上げていく、うん、まあ、ゴールに向かってこう壁際に入っていくっていうのが非常に難しくて、平面的に見るとまあ距離は近く見えるんですけれども、実際あそこに行くとこう体は胸の位置はその球体半円のホールドを張りぼてに押し出されて外にあるんで、はい、なかなかゴールをつかみに行くときに中に入りづらいですよね。各選手見てみますとラウンド1で相当体力も消耗したので、はい、このラウンド2はじっくりと来てますね。そうですね。なんかこう抑え込むなんか上腕のパワーがいるような、あの課題ですよね、呼吸を整えて、うん、この持ち方を変えてくるかアンダーにするか、んまた同じような持ち方から
うわ、惜しい。今度は手がかかりました、うん、あのだいぶ足を蹴り出して、はい、体の位置、胸の位置が、本当に、半円のこの白い張りぼてすれすれにこう、うん、越えていって、これを越えていって上に上がりましたね、はい、うん、かなり惜しいですね。このチョン・ジョンウォンの他にも今年はアダム・オンドラや、そして伊藤さん、はい、レジェンドも参加してね、はい、キリアン・フィシューバー、ちょっとねアダム選手がねキャンセルになってしまったんですよ、ですね、それがね競技をせずに、うん、それがちょっとね、はい、残念なんですけど、日本にはねもう来てたんですけど、はいはい、それと聞いたところによりますと、はい、この大会にはエントリーはしていないんですが、ショーン・マコールも来てたというね、来てるらしいですね、なぜエントリーしてくれないんだっていう話なんですけど、ね、はい、まあ、特にもう最近はこう、まあ、今年世界選手権が日本であるっていうのもありますけど、日本でのトレーニングっていうのが各国で合宿で行われてますね。そうですか、はい、そういう意味ではこのチョン・ジョンウォンは、うん、もう毎年のように日本に来てますしね。そうですね、もう定期的にトレーニングにやはり近い環境ですし、はい、来てますよね。そして日本のお客様を煽ってラストトライに臨みます。高度はここまで4プラス。ああ、今度はかからなかった。いや、本当に3、4トライしましたけれどもね、全部合わせて完投を上げたいぐらいの惜しいトライ続きでした。4プラスということでチョン・ジョンウォンはカウントバックで現在は楢崎智亜を抜いて暫定トップに立っています。このラウンド2は現在6名から4名に絞られて、そしていよいよ最終ラウンド3はこの4名から2名にさらに絞られます。尾形義行はラウンド1は見せてくれました。伊藤さん、はい、もう脱いだらそのままでいいのになと思うんですけど、もう一回もそう思いました。ですよね、あれ来ちゃったのっていう感じです ねまた見せ場を作りたいのかな。そうですね、はい、まあ一撃したらね脱ぐ暇はないですけどまあでも一撃を期待したいですね。期待したいですね、はい、はい、ラウンド1は見せ場を見せてくれました尾形義行。いやいとも簡単にここまでやってきます。強いですよ、強い強い、はい、ただこの最後の一手が各選手苦しみます。あ、この一手本当に見た目よりも、まあ、トップ選手がそこに行った時にうわこんな動きづらいのって思うぐらい動きづらいと思いますね、うん、一見こうね正面から見ると、はい、うん、2つが揃ってこう体が上がれば足を突っ張ったら飛び出せるように見えますけど、やはりこう飛び出す壁際に飛び出したいのに壁際にはその巨大な白い、うん、球体がこう、はい、外に張り出してきて壁際に行きたいのにそれで吐き出されてしまうんで、なかなか本当に動きづらいですね。ホールドの効かせ方も難しいですし、チョン選手が本当によくあそこまで体を上げたなっていう印象でしたよね。女子の決勝戦でもトップホールドの手前に当選棒をするかのような大きなホールドがあったルートがありました、うん、はい、そうですね、黄色い球体もそうですよね、はい、男子もこれだとよくわかりますね、こう体が中に入っちゃってるんで、ここからそうなんですよね、はい、うん、普通に体を押し上げよう、足を突っ張ろうとすると球体の下にちょっと体がね、はい、入ってしまう、ここら辺で脱いでほしいですね。いやもう伊藤さん私もまさにそれ思いましたよですよね、このタイミングでしょ、ちょっとそれが足りないんじゃないかっていう、あ、うん、ね、そこの気合でさっきも相当完登に近づいたんでですね、うん、これでまたお客さんから元気をもらって、うん、お客さんと一緒に盛り上がれる、そうですね、最後はやはりこう整えていく時間を作るというよりは勢いですね、この課題は。そうですか、うん、最後の一手こう整えようと今少し時間をかけて、はい、対処してるんですけど、どちらかというともう最後のポジションに入ったらもう一気に時間をかけずに発射するって感じの方がいいと思いますね。尾形義行もチョン・ジョンウォン、楢崎智亜同様に現在4プラスということで、これカウントバックで楢崎智亜が脱落ということになります ね、 なりますね、やはり最後の一手まではさほどこの
ね、レベルの選手だとこう苦労しないということで、はい、やはりこうラスト1手に、うん、あの固まってしまってるんでですね、まあこの先ほど登ったチョン・ジョンウォンにしてもこの尾形義行にしても、さらにはこの後控えている藤井心にしてもこれ3人ともみんな予選から全冠ですからね。そうですね、はい、あとはもうこの決勝戦での各ラウンドのまた高度にもよるということになるわけですが、これがラストトライ尾形義行今度は脱がずにいった惜しい。やはり脱いでおけばよかったか。惜しかった。いや惜しかったです、はい、何かこうじっくりとコントロールをして一個一個の動きをしっかり完登に近づく動きを選んで、飛び出すまでしっかりこう繋いでいきましたね。ですね。いやそれにしましてもラウンド1にしてもこのラウンド2にしても見せてくれますね。そうですね。ここからの足上げも慎重にうまく決めましたよね。惜しい惜しい。これもう完登しかないですよね。これ以上行くんであればそうですね、はい、藤井選手に期待したいですね。ですね。さあラウンド2最後は藤井心、こちらも予選から全冠で、ラウンド1のですねそれぞれの成績を見ますと尾形義行が6プラスで、もうこの時点で尾形のあのそうですね、はい、最終ラウンド、進出は確定ということになります。あとは藤井心かチョン・ジョンウォンかということになりますね。いやなんとかもしかすると藤井心が行くのか、コードが並べばチョン・ジョンウォンと一緒にこの藤井心が最終ラウンドに駒を進めるということになるわけですが、さあどうだ。立ち上げてアンダーではない。お、これは左手はそのまま。いやうん、今のですと相当距離がありそうですね。そうですね。まずあの左上のやつをこう下からこう保持しようとしてたんですけど、やはりこう、はい、手のひらを使ってこう一回押さえてから右手を寄せてくる方がいいんでしょうね。形状自体を 押して、はい、多分あの選手からするとあのホールドがこうついてはいるんですけど、ものすごく持てないものがついてるんですよね、ええ、ほぼもうあの半円の下の部分をあの全体を抑えて置くしかないぐらい小さいのがついてるんで、今保持しようと左手を保持しようとして無理だっていう判断で持ち替えてこう近い方に行ったんですけど、これですね、これですね、はい、見えてるところはね少しかかるように見えるんですけど、内側、見えない部分っていうのはものすごい外形をしていて本当に効かせづらいんですよね。藤井心はここまでの高度3プラス、このままですとファイナルラウンドに駒を進めることはできません。あこれは刻一刻と時間がなくなっていく、焦る気持ちを抑えて。これはね、選手がね、本当に苦労してますけど、1課題目に続いて選手たちがねこう力がないわけじゃなくて課題がねものすごい難易度高いですよ今回は、はい、おこれはどうだ。コードはプラス、最後のホールドからプラスついてますかね。そうですね、はい、藤井はこれで4プラスになりましたね。これでこのラウンド2に進出した4人はみんな4プラスまでは来ています。トライ数がかさみます。これがラストトライ、及ばずか。これで4人がみな4プラスということになりました、これ最終結果が出るまでですね、ちょっとお待ちいただけますか。はい、尾形、チョン・ジョンウォン、楢崎、藤井、みな4プラスということになりましたけれども、上位の2名ですか、
尾形とチョン・ジョンウォンがこれ最終ラウンドに進出するのか、最終確定まで今しばらくお待ちいただきたいと思います。この後 CM です。ベンディビジョン1ラウンド3ファイナリストの登場。さあ最終リザルト確定しました。ラウンド2は4人が皆4プラスというコードだったんですが、この場合はですね、その一番高いコードに到達したまでのトライ数が、カウントされます。ということで最終的には皆4プラスで並んだんですけれども、尾形とチョン・ジョンウォンがその比較の結果この最終第3ラウンドに駒を進めるということになりました。ご覧のようにラウンド2のですね、数字の、今コードのですね右に、カッコで書かれ、カッコ割れた数字があると思うんですが、それが、その最高高度に至ったまでのトライ数です。さあ伊藤さん、はい、泣いても笑ってもこの最終ラウンドですけれども、この最終ラウンドの課題はどうでしょうか。はい、そうですね、1課題目2課題目に比べるともうこうやることを、イメージして一気にそれをつなげるっていう課題ですかね。強敬者にパワフルなまず飛びつく動きから始まって、その後も結構内容自体はシンプルなので思いっきり力をぶつけていくような課題ですね。今最終ラウンドに駒を進めた両雄がですねグータッチをしてお互いの健闘を祈ってましたね。うん、はい、素晴らしい光景でした。今年のザ・ノースフェイスカップ2019男子のディビジョン1決勝戦最終ラウンドに駒を進めたのは韓国のチョン・ジョンウォン、日本の尾形義行という2人になりました。どちらが勝ってもこの大会初優勝です。では決勝戦のスタート、この最終ラウンドのスタートを待ちましょう。いや楽しみですね。まず序盤のこう飛びつく動きから始まって、最後の一手までのスムーズさがその最後の爆発力につながるような内容だと思うんですけど、ゴールを取りに行くタイミングもねちょっと難しいですね。最終第3ラウンド、まずは韓国の23歳チョン・ジョンウォンが挑みます。伊藤さん、改めまして、はい、この最終ラウンドの課題の難しさ。そうですね、まずはこの序盤のランジですよね。うまいですね。いやー、フラレを抑えて、そうこの後はね結構こうスピーディーさが必要になりますよ。シンプルに、あと最後の一手ですね。やはり最後の一手が片手で止めるのは結構厳しいと思うんで、こうリズムよくいきたい。おお、一撃だ。いやー、やはり左右ときますね。はい、うん、一撃チョン・ジョンウォン、尾形義行にプレッシャーをかけます。やはり思いっきりこうムーブを決めて、イメージ通りにこう突き進む課題ですね。はい、もう迷いなく突き進んでいきましたね。この最後がねこう左右と言ってると思うんですけど、これがうまく揃わないと結構ね剥がれてしまいますよね。ただ安定してましたね。さあ尾形義行も完投しないといけませんね。まずはそうですね、はい、これはトライ回数とは関係なく完投さえすればですねまたスーパーファイナルということになるわけです。はい、いややってくれるでしょう。はい、この系統の課題は。さあ場内騒然となってきました。どちらかというとこう体の位置をどんどん上げていくような課題なので、はい、バランスを整えようとするよりは前に上に上に向かっていく課題なので得意だと思いますね。こういう課題は得意だと思うんで、まず最初のランジだけしっかり早い段階でねできれば一発で止めたいですね。はい、お尾形も続く。
瞬殺。いやや、ってくれましたね、ヒールフックでいきましたね、はい、あれはあれでね結構こう緊張感出るんですけど、あの動きも、うん、力がね上回ってましたね、はい、いやあっという間にこの最終ラウンド終わりましたけれども、両選手ともに一撃ということでスーパーファイナルに入ります。いやなんかこう 1,2 課題目のこうね各選手完登できなかった、はい、ところをこの課題にぶつけたようなね、本当に凄まじい勢いでしたね2人とも、はい、いやスーパーファイナル、これスーパーファイナルのキーになるところはどこになりますか。スーパーファイナルファイナリストの登場です。お待たせいたしました、いわゆる延長戦です。その延長戦を制するのは一体どちらの選手でありましょうか。チョン・ジョンウォン、尾形義行再び登場。オブザベーションタイムスタート。スーパーファイナルのルートが今映し出されています。ようやく明かりを浴びてその全容をお客様の目の前にさらけ出しました。さあ伊藤さん、今、はい、下部から上部までご覧いただいていますけれども、どうでしょうか。そうですね、序盤はあの非常に持ちづらいあのピンチのホールドが続くんですけど、はい、そこをまあどう登っていくかっていうところが難しいのと、あとはあれですね、やはり最後の向かい合わせの巨大なホールドをどう効かせていくかっていうのがポイントにはなりますよね、確かにピンチピンチピンチですね。ここの隙間をまあうまく効かせて、そうですね、あの灰色の2つ並んでいる、はい、向かい合わせで、そうですね、はい、間少し、まあ、隙間が空いていて、はい、その下も少し段差が作ってあるんで、うん、そのあたりでどうホールドを、まあ、あの効かせていくか、どこに足を持っていくかっていうのがポイントになりますね。最初の一手だけがちょっとドンとあのタイミングが必要な感じになりますかね、うん、はい、このスーパーファイナルもまずはチョン・ジョンウォンから始まります。まあ、こういうピンチのホールドはまあ尾形選手がものすごく得意としてはいますね。まあ、チョン選手はこう細かいホールドをまあ握るのがものすごい強いっていうイメージがあるんで、はい、タイプとしてはまあ尾形選手が得意なタイプにはなると思うんですけれども、チョン・ジョンウォンがもともと得意としているうまさですね、テクニック、それはこのスーパーファイナルにも適用されるでしょうか。適用されると思いますね。少し、はい、まあ、最初の、シンプルな部分の革新を超えた後、やはり後半はちょっと体の使い方があのポジションも重要になってくるんで、あの手順とか、どういうふうに体をあの持っていくかっていうのがポイントになるんで、はい、そこはあの生きてきますよね。コンディションも非常に良さそうな両選手がこの決勝戦まで駒を進めて、規定のラウンド3までは決着がつかず、いよいよスーパーファイナルです。スーパーファイナルの舞台へと進もうとしています。準備整いました。皆さん改めて大きな拍手をお願いします。それではスーパーファイナル、チョン・ジョンウォン、クライミングタイムスタート。持ち時間は3分変わらず、チョン・ジョンウォン、尾形義行、どちらが勝ってもこの大会初優勝となります。ああそうですね、このやはり最初の一手ですよね、はい、この最初の一手がちょっとこう今やろうとしましたけど、クロスでポンと入りながら、クロスでこう入った時に左手が引いている左手が効かなくなるんで、そこをどう止めるかっていうのが左足の接地で、右手と左足の接地でこう2点で揃った時に止まるっていう設定にはまあ見えてたんですけど、チョン選手もそれを今あのやろうとしましたよね。で非常に惜しかったですね、うん、このスーパーファイナルももちろん完投すれば言うことなしなんですが、あとはそのコードですよね、そして、一番高いコードに至るまでのそれにかかったトライ数も一つ大きな勝敗を分ける要素になります。ちょっと1回目よりも剥がれてしまいましたね、はい、やはりこの行き方がまあ設定だとは思うんですけどね、先になんかこう、スタートの左手を持った時点で先に左足を送って
こうマッチする方法も多少できるんじゃないかなとも見えますけど、はい、うん、左手の利きが甘いとなかなかそうもいかないですね。やはりこれでいくしかない。おーっと、あー足はかかりました。惜しかった、うん、やはりこう左手スタートの左手の利きがすごく悪いんでしょうね。ただ、足場が張り出していることでこう壁際に飛び出していると思うんですけど、右手をキャッチした瞬間にはこの今の左手が効かなくなってくるんですよね、はい、浮いてきてしまうんで、うん、浮いてきてしまうところでこう片手ではもちろん次のホールドが止まらないので、足のこうプッシュが必要になってくる、はい、まあ、登っていくというよりは本当に瞬間芸のレベルなんですけど、うわ、惜しい惜しい、これは惜しい、うん、1分切りました。まあ、右手左足、まあ、2点が設置した状況で左手もパンパンとついてこないと、はい、ね、3点になるんですかね。2点で一瞬体を支えて、で左手もグッと、最終的には両手になるとこう体が止まりそうな。うわ、時間短いですね。あっという間ですね、このスーパーファイナルも。残り30秒切りました。おー、惜しい惜しい、あー惜しい。いや、上が見たい、チョン選手の上部が見たい。はい、20秒切ります。いや、乗り越えてほしい。まだここまでは高度1プラスというチョン・ジョンウォン。会場内から先ほど韓国語の掛け声も聞かれました。カジャという掛け声ですが、さあここは、ここで力つきました。チョン・ジョンウォンスーパーファイナル、高度は1プラスでした。いや、これは難しい課題を最後まで用意してあります。あのスペースカップ2019、うん、はい、ちょっとね、尾形選手に全てを託して頑張ってもらいたいですね。チョン・ジョンウォンが1プラスという高度。スーパーファイナル、尾形義行選手の登場。まあ、ですからチョン・ジョンウォンよりも高度をたとえ判定でも上回ればもう尾形義行の優勝は決まります、ね、まあ、まずは1手目をしっかり止めるっていうことですかね、はい、尾形義行選手クライミングタイムスタート。まあ、でも1手目が止まってないんでね、もう最高。お、いけるか。おー、来た来た、これで優勝だ。さあ、あとはビクトリークライムを見たい。いや、超えましたね、はい、もう尾形自身も分かっているかもしれませんね。分かっているでしょう。じゃあもうあとはね、伊藤さん、はい、もう完投見せてほしいですね。はい、いや、私は脱いでもらおうかなと。そっちですか、はい、確かにね、はい、さっき脱がなかったからラスト一手が止まんなかったんじゃないかって ねなぜかそういうところまでこう、ね、想像してしまいますけど、はい、いや、ここもまた上部まで行って、あとそこのここが難しいですね、はい、溝にどう、ね、指をこじ入れるか。さあ、尾形義行初優勝は決まりました。残り時間はたっぷりとあります。チョークを落として万全を期して、うん、あ、足を張らずに今ね、はい、あれでいけますか。足を左にいける感覚もあったんですよね。その左手の押さえがものすごく効いてる選手であれば、はい、普通にこう足ぶらで止めてから、はい、うん、両手で支えてから左足を送るっていう、まあ、それほど尾形選手の保持力が、はい、まあ、ホールドを持つ力が強いっていうことですよね、ええ、その設定の動きを崩してもういけるぐらいの、あ、いけるって思えるぐらいね、強いんでしょうね。おお、違うアプローチできた。この後
わあ、まだ力は余っている。あ、力いいですよ、いいですよ。行って生き方を変えたのいいですよ。はい、おー、アンダーからどうだ、うわ、なんとこらえる、かかとをねじ込んで、こっからどう上がる、だあと15秒、まだ10秒ある。さあ会場からも力をもらって、いやここから止めたらすごいですよ。はい、会場のこの熱気、熱量、いける、それをエネルギーに変えて、すごい尾形、いいぞいいぞ、いや見せてくれますね。あー、うわー、素晴らしい、しかし素晴らしい、新チャンピオン誕生、尾形芳幸、優勝は尾形芳幸選手、おめでとう。今大会初優勝となりました尾形芳幸のスーパーファイナルのクライミングでした。伊藤さん、いかがでしたか。いや素晴らしかったですね。本当に一度上部で落ちてからもアプローチを変えて、はい、非常に惜しかったですね。しっかりとした差をつけてチョン選手に、はい、勝ってくれたっていうのはね、本当に素晴らしい、トライでしたね。勝敗がつくにしてもですね、はい、僅差かなと思ったんですが、うん、どちらが勝ってもね、はい、ただチョン・ジョンウォンをですね、そうですね、大きく引き離しての優勝、引き離しましたね。ここのやはりここも惜しかったですね。足を先送りすることによってこう先に進む、はい、手で使うホールドに先に足を送るっていう動きもたまにあるんですけど、いやこの苦しい体勢でよく粘ったんですけどね。もう 2,3 回は落ちるかなという瞬間もありましたけれども、しがみつきました。最後までもうその後もねもう一回行くんでしたっけ。いやもう時間がなかったんです。ただ時間があと1秒でも残っていても絶対もう一回登ってやろうという気持ちはあったでしょうね。そうですね。いや壁への情熱伝わりました。いや素晴らしい優勝となりました。ザ・ノースフェイスカップ2019男子のディビジョン1の決勝戦スーパーファイナルという流れになりまして、韓国のチョン・ジョンウォンを日本の尾形芳幸が破って見事今大会優勝となりました。改めましてディビジョン1男子の決勝戦の結果をご覧いただきましょう。6位から井上裕二、5位は原田海、4位藤井心、3位楢崎智亜、2位チョン・ジョンウォン、1位尾形芳幸。まあ数字は1、2と出ていますけれども、伊藤さん本当に僅差でねスーパーファイナルまで行った、決勝戦でしたから、チョン・ジョンウォンも称えたいですよね。そうですね、流れを掴んだのが多かった選手っていう感じで、チョン選手も本当にスーパーファイナルの課題1手目ね、はい、本当に惜しい場面が続いて、いつ止めてもおかしくない状況ではあったんですけど、はい、ギリギリのところで止まらないのが続いていたんで、やはり、一発目でこうガンと止めたやはり尾形選手のがね、今日の流れを掴んだっていう感じしますね。そうですよね。それでは表彰式を行います。さあこの後はいよいよ表彰式となります。ただ3位はコールのみご紹介のみとさせていただきます。第3位は野中美穂選手でした。ファイナルの途中で今年も熱戦続きとなりましたザ・ノースフェイスカップ2019です。第2位伊藤双葉選手です。おめでとう。さあ表彰式です。優勝は野口明夫。残念ながら野中美穂は、肩を痛めたということでこの表彰式には、参加できません。その結果上位2名が今呼び出されて、2位に伊藤双葉、そして優勝野口明夫ということになりました。この素晴らしい伊藤さん、あれは桜の花束ですかね。すごい粋な花束ですね。初めて見ましたね。ステージ上に飾られていた、ね、桜の、はい、仲間でしょうね。そして伊藤双葉もこれは
私鼻にウッドインでよく分かりませんが美しいですそうですね、はい、美しいです、ね、はい、はい、ということで改めまして野口啓代の優勝ですけれども、はい、どう振り返られますか。そうですね、やはりサドンデスだったんで優勝候補になる選手ほど緊張感はあったと思うんですけれども、やはり最終的にはしっかり完登を決めてラウンドを、ね、進んでいく上りはやはり強かったですね。強かったのと本当に3分間という短い時間の中でも、はい、やはりいいトライにどん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 つなげていくところは、やはり経験が、ね、豊富なところが出ましたよ ね、 ですね、まあ、伊藤双葉も、まあ、本当にわずかの差でね準優勝となりましたけども、はい、これで、今大会における伊藤双葉自身もですね自己ベストを更新したということで、はい、今シーズン以降また楽しみですね、うん、そうですね、非常に、まあ、強かったですし、どん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 体も上りも成長しているところでね、はい、いい上りでしたね。ここで野口啓代選手にインタビューを聞いていただきます。わからないぐらい優勝してます。今年のこの過去最高の会場の演出いかがでしたか。そしてこのセットも含めて、まあ、昨年2位だったこともあって今年優勝してすごい嬉しいです。あと年々観客の皆さんもそうですし会場もどんどん盛り上がっているのですごい登っていて楽しかったです。応援ありがとうございました。おめでとうございます。今一度大きな拍手を。優勝した野口啓代選手へのインタビューでした。本人自身もこの大会何回優勝しているかわからないというぐらいやっぱり何度も優勝そうですね、はい、本当にずいぶん長い期間ね、はい、活躍してますから数えきれないっていう感じですよね。まあ、これで2013年以降では野口啓代、3連覇を含めまして今回の優勝を入れると5度目の優勝ということになります。いや本当にもうこれだけでも何度もということになるわけですがそれ以上にもう何度も優勝している野口啓代、まあ、毎回毎回その優勝の味は違うんでしょうけどもこの優勝も嬉しいんではないでしょうか。そうですね、本当にワールドカップとは、ね、また違う、うん、まあ、雰囲気の中で、ええ、まあ、クライミングを楽しめる大会そのもの自体を楽しんで、ええ、チャレンジできるっていう大会だと思うんで、貴重ですよね。今ワールドカップとかねこう、そういう世界での大会で本当に緊張感ある中でね、はい、やってる選手からするとものすごく、大事な大会の一つだと思いますね。そして伊藤さん足元に光ります100万円というプレートもねすごいですよね。一発で100万円ですから僕はもう過去に多くても20万円が最高でしたね。そうですか、まあ、それでもね当時でいうと本当に20万円っていうのはかなり賞金としては大きなものだったんですけどね。円レートも違いますしね、はい、全然違いますよね。100万円ですよ。もう本当に信じられません。まあ、伊藤双葉もですね、はい、自己ベストも更新して、うん、また尊敬する大先輩野口啓代のね一つ下ということでまたモチベーションも上がることでしょう、はい、ということで、女子の、決勝戦ディビジョン1の結果をもう一度ご覧いただいています。菅原綾、田島愛香、森愛、野中美穂、伊藤双葉、野口啓代という順位になりましたけれども、その他にもですね菅原綾というニューフェイスも、ね、出てきまして、うん、楽しみですね。本当にまだまだこれから伸びしろがすごくある選手なので、はいはい、楽しみですね。さあ続いては男子のディビジョン1の表彰式です。そして優勝は尾形芳幸選手です。3位楢崎智亜、2位チョン・ジョンウォン、そして笑いが止まりません、尾形芳幸今大会初優勝です。そして尾形選手にもこちらも大きないやこれは何でしょうか。花粉のシーズンだけにちょっと私からするとちょっとなんか目がかゆくなりそうな、ね、菜の花ですかね。いやなんかいや珍しいですね、男子がここまで大きいね花束を、はいね、なんていうのもね、めったに見ない光景ですけど、はい、いや本当に私もう一度言いますけども鼻に疎いもんで美しいです、はい、いやまたまた100万円すごいですね、はい、ね、これはもう仲間と共に喜びを分かち合ってお裾分けということになるでしょうか、ね、おめでとうございます。やりました。ありがとうございます。インタビューです。踊ってる時もすごいめっちゃ応援聞こえてなんか結構緊張してたんですけどなんか心もこう和らいできて、いやもう超楽しかったです。ありがとうございます。
花束いい匂いしますね。めっちゃいい匂いします。ありがとうございます。賞金100万円です。めっちゃ嬉しいです。おめでとうございます。福岡出身21歳尾形義行です。初優勝という初々しいインタビューでしたけれども、伊藤さんいかがでした？いやあ、ちょっと待ってくださいね、すいません、はい、平山雄二さんが今度はインタビューするようですね。あ、上位3選手へのインタビュー。